金沢までは寝ずに行くわ。金沢で寝るわ。金沢のどっかでネットカフェ泊まるわ。だいぶ疲れてる。結局何時間運転したっけ。5時間くらい運転してすぐ自転車乗ってるからね。腰にいってるよ、腰に。今あのコンビニにいる。コンビニ、あのローソン越前小田店かな、なんていうのかな、何店か書いてない。現在地はって言ったら分かると思うけど、どこにいるか。今飲酒運転になる。歩いてきて歩いて。福井県仁宇郡でいいのかな。仁宇郡越前町岬ですって書いてある。加瀬ちゃんにリアドツ？あ、加瀬ちゃんこの辺通るの？通るんかな。知らんけど。東京から大阪行ってんだっけあの人。よくわかんないけどさ。ニューっていうものか。自転車これ。デコレーション完璧ですよ。でもデコレーションびっちょびちょになってるけどね。びっちょびちょになってる。でわしあのリュックサックの中にさ、ぼんぼり入ってんだけどさ、ぼんぼりもびちょびちょになってんじゃないかな。あ、これが自販機で買った、自販機で買った自転車。車は今竹譜に置いてあるわ。竹譜に車を置き去りにしてある。だから明日の夜に富山までなんとか帰って、そこから富山に着いた瞬間に汽車乗ってね、あの竹譜まで来て車だけ取りに帰るって感じだね。椅子低いんけ、わし足短いからこれぐらいでいいんじゃないのかな。コミ番号書いてるよちゃんと。ほらコミ番号がちゃんと書いてある。ほら CO1062872 っつって。見てこの霧のすごさ。これ全部さ霧ですよ。この水滴ねえ、びっちょびちょで。これ福井の市街地もこんな感じなの。今福井の市街地は、でもわし車乗ってる時全然霧感じなかったけどな。あの越前市のどの辺からかな、竹府駅前も全然霧なかったのに急に来たよな。これ車止めるスペースがある。どこに。証券の方いらっしゃい。警察は今のところ来てないですよ。別に警察来ても何とでも言えるけどさ。あ、俺んち？マジで？でも今もうあそこに置いてある。もう今竹譜に置いてあるんだよね。竹譜に置いてあるんだけど。どうしたらいいの？外見で職質受けてもいいけどね。あの職質するなら配信中にしてほしい。配信外で職質とかつまらんから。竹風量は安全かな。でももうわし出発しちゃったし、ね、だいぶ進んじゃったし、ね、そしたからの弁当差し入れ今んとこないですね。まあ弁当はいらんね正直。今飯食ったら絶対眠くなるから。全く寒くない。今日ものすごくあったかいです。今18度ぐらいあるのかな。それでこの湿度だから
今何が欲しい？今欲しいもの？そうだね。LANケーブルかな。うちのLANケーブル1個壊れちゃったから、長いLANケーブルが欲しいね。10メートルくらい。よし、じゃあ出発しよう。なんかこの先ものすごいさあの上り坂があるって聞いたんだけど本当かな。強烈な上り坂があると聞いたんですけど。越前小野城を守ってるきりなんだけど、ケーブルとかこれガチの欲しいやつだから今のこの状況で欲しいものってなんだろうね。でもそうだな、なんだろう、新しいスマホか、新しいスマホだ。5000ルーメンのライトもいい。さあ行きましょう。うわ、上りですね。まあ、本当に上りだね。よし、ついてくぞ。おっと、あと7キロ。越前海岸まで、あと海まで7キロだわ。7キロだわ。シャワー浴びてる感じなんだけど、これだいぶひどくなってるから、シャワー浴びてる感じだよ今。なんかシャワーつうか、あの何、ミストウォーカーじゃなくて、 なんていうのよく、あの夏のさ暑い時に道の駅でやってるやつあるじゃん、上からあの水滴を落としてくれるやつ、あれの感じなんだよ。天然のミストシャワーかな、なんていうのかなこれスマホ壊れるだろこんなん、大丈夫かな、スマホ壊れそうなんだよこんなとこ歩いてたら、こんなとこ走ってたら大丈夫かな。ミストサウナじゃなくてミストウォーカーって、なんでミストウォーカーっていうの、あのテラバトル作ってる会社さ、ミストウォーカーって言うの、霧の歩く人ってこと、霧の中を歩く人ってことかな、ミストウォーカーって。こんなとこに車屋さんがあるんだ、いやちょっと車通りがちょっと多くなってくるとちょっと安心だね、わしも正直だいぶ怖かったからさっき車通りなくて、野生動物がいてもさ全く前が見えないから分かんないしさ、もう音だけで判断してたけど、車通りが多くなるとまた安心ですよ。いらっしゃい。今ヒゲに水滴つきまくってるよ、もちろん。まあ一応エクスペリアも防水だけどさ、俺エクスペリアもうボロボロなんだよ、もうボロボロなんだって。え、ワープしてないよ。ちょ、これコメントがさ3個遅れで来るからさ、なんとかならんかねこれ。
なんかコメント欄がさずれちゃってさ、最新のコメントよりも3個前のコメントが最新コメントして表示されるんだよ今。だからね、だいぶラグがあるように感じると思うよ。実際多分本当はコメント来てんだけど、コメ欄がずれちゃってるから。朝霧っていうか、これ夜霧、夜霧じゃない、まだ夜霧でしょこれ、夜霧、これがまさに夜霧、夜霧よ今夜もありがとう。って感じ。泣きたくなった、いつでも会える、こらえてもこらえても、なんたらららら、君より切ないこの恋なのさ、だから笑顔が欲しいのに、さよならが、さよならが、霧に結ぶ夜と。そんな気分。霧の運ぶね、そんなチョコレートあったんですか。なんか落ちてる、何これ、変なものが落ちてた。昔の歌ってなんか霧がよく出てくるよね。とにかくなんか霧をむせんでる感じだよね。うわ、霧がむせんでる、霧がむせんでる、これ霧がむせぶ夜だ、まさに霧がむせんでるって、これむせび、むせび、むせび、むせび泣きだよ。むせび泣きってのもよく聞くなん。とにかくむせび泣いてる、霧に対してむせび泣いてるのがあの当時の歌のイメージ。こういうのをイメージしたんだろうなと思う、きっと。え、むせぶって言わない、むせぶ、むせび泣くとか言うね、むせび泣く、むせびなくって言わない。霧がむせぶ夜ってなかったっけ。霧がむせぶ夜、霧にむせぶ夜か、霧にむせぶ夜か、霧がじゃなくて。うわ、星が、満月なのに星が結構見えてるね。満月だというのに、ほぼ満月だというのに、星がまあまあ見えてますね。言うでしょ。霧で息が苦しくなるってことなんですかね。でもなんとなく海って感じがもあるよね。森の霧っていうよりは海の夜霧って感じ。そんなイメージ。昔のあの時代の曲って。よいしょ。よいしょ。よいしょ。おう、おう。おう。おう、車来てる、車来てる。オッケー、オッケー。いいよ。
ラグがひどいんじゃなくてね、これコメント欄がずれちゃって最新コメントが見えてないだけなんだよ。これ3個最新コメントの3つぐらい前のコメントが最新コメントとして表示されちゃってるから そこを読んでると思ってました。 2,3 個前のコメントが最新コメントとして表示されちゃってるんだよ。バグだと思うんだけど。あー上りだ、上りですよ。ちょっとコメント読めないから上りは発見見ながら上りだ。しばらく上りだな、これは。この感じは365号線、そうそうそう、365号線行ってる。山道行ってる。でも下りが多くてよかったね、今のところは。この想定外のこのノームで、ね、やられてますけどね。1分遅れで来てんだけど、そんな遅れてる？コメントが3分、コメントが1分に3個つくペースってことじゃないんですよ、つまり。コメントが1分に3個目つくペースだったら、ラグが1分になる。ラグが1分になる。で、やっと次ですよ。で、やっと次ですよ。多分、午前中はずっと福井県にいると思うわ。うん、午前中は、福井県内にいると思う。ただ、ね、8号になかなか入らないと思う。これ東尋坊寄ってくつもりだから、東尋坊から多分その加賀市の方行くときに8号使わずに、あの月うさぎの里とかあの辺に行くと思うから。うわ、霧が深い、霧が深い、マジで霧が深い。メガネを着たい、メガネを着たいよ。 T シャツを着たい。 ないんだ。 標高が高いから霧があるのかな。 なんだ。 そろそろ帰らないと怒られる誰に。いや、わしの門限ないから。一回ちょっと眼鏡拭こう。いちいちちょっとこんなに止まってるのもちょっと嫌なんだけど、コメントが見えないと放送してる意味ないから。どうでしょう、泊まりはね。え、今8号じゃないわ、あの、イサリビ街道、イサリビ街道、あの加賀市あたりから8号に入るわ。あの越前町の、越前町と堺市のあのずーっと本当の海沿いのとこだ。あの胡蝶門があるところ、胡蝶門とか、あと何でしょう、
弁慶の洗濯みたいなのかあの辺を今行こうとしてる。東尋坊ぐらいまではきっと海沿いだわ。七七ちゃんにマントされたい？じゃちょっと本人に聞いてください。自然海岸はまっすぐ、まっすぐ行くと梅浦ですけどね。5キロだよ、越前海岸まで。いい。あとこそ何分？何分残ってる？自動でバク取りできないんですよ。壊れちゃって。だからもう手動で次バク取ってるよ、いつも。だね、多分枠は取れてんだよね。自動で枠取れてんだけど、枠を始めるボタンを押すのが手動じゃなきゃダメだから。自動で始まんないんだよ。こういう煩わしいところがある。